では、えー、単語の語源をやっていきたいと思います。やはりここ、日本語からずーっと読んでいきたいと思います。一緒に読むからね。ワン、ツー、スリー。語源を知ることで、英単,単語の記憶がぐっと楽になります。共通の語源を持つ単語をグループで覚えると効率的に学べます。以下、覚えやすい単語をいくつか語源ごとに紹介します。ラテン語語源。えー デュー e ア、導く。デュー e アって言うんだね。これラテモなんだけどね。発音なんだろうデュー e アかねデュー e レイかなデューシアだろうね。引っ張る。reduce、このデュースのところが使われてますね。減らす。re 再び。プラス、デュー e ア、reduce が reduce になったんですね。元に戻す、減らすって意味です。produce、 生産する。プロ、プラス、プロ、前へ、プラス。デューシア、前に引き出す。生産する。introduce、紹介する。intro、中に。デューシア、中へ導く。紹介する。デューシア関連の単語は何かを導くという意味が根底にあります。ギリシア語語源。 フィロー、愛する。ソフィア、知恵。フィロソフィー、ソフィアがソフィーになったんだね。フィローはフィロのままですね。これ哲学です。つまり知恵を愛するから。フィロソフィー。フィロー、愛。プラスソフィア、知恵。知恵を愛する。ビブリオファイル。これ えっと、このフィロがファイルになってるね。これね。ビブリアファイル。ちょっと発音ちょっと見てみましょう。これね。これでいけるかなこれで何か出てくるかなえっとね。天気を調べること行きましょうか。ここ見えるかなここ小さいんですけど。これファイルになってるますね。きっとね。これね。ビブリアファイル。 ベイブリアファイル。ベイブリアフィルかもしれないけど、この、これがなんかちょっとよく見えない。やっぱりこれダメだ。<laughs> えっとこれは、あ、これ。これをコピーして、ちょっとここで調べます。やっぱり。あ、間違った。これか。これをコピーして、ここで。発音。これか。 これいきましょうか。やっぱりファイルですね。ビブリアフ,ファイル。はい。えっと、じゃあ、じゃもう一回行きましょうかね、これ、ね。ビブリアファイル。本愛好家。ビブリオ、本。ファ、フィロ、愛。ビブリオフィロなんだけど、えっと、ファイルになってるね、ここね。本を愛する人。これビブリアファイルって言うんだね。それがフィラントロフィー。フィラントロフィー。 自然活動。フィロ、愛。アンスロ,アンスロパス。これ人って見らしいです。人を愛する。で、フィロがつく単語は、何々への愛を表します。ラテン語語源。スペクタール、スペクタール、見る。で、インスペクト、スペクトがここですね。調べる。イン、中を。スペクターで、中を見る。 respect, 尊敬する。re, 再び。Eh, spectre, 何度も振り返ってみる。尊敬する。prospect, 見込み。pro, 前に。プラス spectre, 先を見通すこと。s p e c t が含まれる単語は見るという意味に関わります。ゲルマン系 night, 夜。night, 夜。 ゲルマン語、ナークトに由来。ナークトがナイトになったんですね。ナイト。これナイトって読むんだけど、K を読んでないんです。で、騎士って意味です、この場合にはで。昔、夜の守護者を意味する。夜の戦士という意味だったね、これがね。それが、に由来。えー、っと、それからナイトメア、悪夢。夜、ナイト。 えー、ムママーレ、夜の恐ろしい夢。なこれ、ナイトメアだけど、えっと、これあ、マーレこれ、メアって呼んでもいいかな。英語だったらメアですね、はい。ナイトメア。ナイトは基本的な単語ですが、関連語をセットで覚えると語感が広がります。フランス語借用語、ポート、運ぶ、トランスポート、輸送する、トランス、越えて、 ポート運ぶ場所を越えて運ぶインポート輸入するイン中にポート運ぶ外から中へ運ぶエクスポート輸出するエクス外へポート運ぶ中から外へ運ぶポートの意味が運ぶと分かれば複数の単語が一度に覚えられます ラテン語語源。スクリベーレ。これ書くって意味だったらしいね。これはラテン語ですけど。それを使ってディスクライブ。ディスクライブ。描写する。ディ、下へ。プラススクリベーレ。下に書く。記録する。サブスクライブ。申し込む。サブ、下に。この,このサブも下にって意味なんです。でサブスクライブあごめん。スクライブ。サインする。申し込む。 えっと、これサブスクとか言いますよね。あれです。prescribe,、えー、処方する。pre, 前もってスク,スクリベーレ。あらかじめ書いて指示する。えー、処方箋なんかね、prescription、えー、って言いますね。スクリベーレが関わる単語は書くことに関連しています。ギリシャ語語源オート、事故、オートグラフ、サイン、 オート、自己、プラスグラフ、書く。で、自分の手で書くって意味です。だからサインをするって意味ね。オートメティック、自動の。オート、自己、プラスメティック、動く。自分で動く。オートノミー、自治、自治、自治。オート、自己。ノーマンス、これ法、法律って意味らしいです。自分のルールで収めること。 オートがつく単語は自分、自動を意味します。